YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。はい、やってまいりましたね。スーパーゴッドフェスガチャ100回無料、素晴らしいと思います。これね、なんかこの画像コラみたいですけどね。すごいコラ感あって、なんか広告にね使われてるような画像ですけども、これは本当です。スーパーゴッドフェスガチャ100回引けると、石ではなくガチャで来るってことなんですね。1回で10回引けるメールっていうのが10通来ると、で合計100回分です。これが無料で回せると、で期間は4月の27日か5月11日ですね。はい、でこれ注意なんですけども、受け取り期間すごく短いです。5月の11日23時59分過ぎるとこのメールのガチャ引けなくなってしまいますので、それだけ本当に気をつけてください。もうね、すぐもう来たらすぐ引きましょう。ただボックスがね空きがないっていう人も、まあ、僕もそうなんですけど、いると思いますので、そこら辺はねちょっとうまくやりくりしましょう。はい、ラインナップ、まあちょっと全部説明するとあれなんですけど、まあ星7とかね、もう、もう今みんな欲しいアルジェとかね、ネレファスカとか、まあこれいますから、100連のうちには1体ぐらいは出るんじゃないでしょうか。はい、全部で170体ぐらいいたかな。うん、確率が 1% 以下ですね。はい、で今回はですね、これのお得な使い方教えたいと思います。はい、まずはサブアカですね。これサブアカ始めたいなと思ってる方、このタイミングがいいんじゃないですかね。いいガチャが、でいいキャラ引ければ、本アカをねこうサポートする助けにもなりますし、うん、まあ本当にまた新しく始めようっていう方もそれでもいいんじゃないでしょうか。でもう一つ、本当にこれはすごい、まあ裏技的ではないんですけれども、捨てアカを作ってこのガチャ引いて、でこの100回目回してですね、で全部売ると、で文法にしたやつを、P とかそういうの買って本アカに送ると、で本アカ潤っちゃうよと、そういうことですよね。これはすごくいいと思うんですよ。始めるタイミングね、サブアカとかそうステアカ始めるタイミングなかったなっていう人は、これを機会に始めてみるのはいかがでしょうか。簡単な動画にはなりますが、以上です。